日日本ママククドドナルドは7日からマックフライイイポテトのの M ササズズと L サイズの販売を再開しましまた。マックフライポテトは世界的な物流網の混乱や船便の経由地であるカナダ・バンクーバー港の近くで起きた水害が影響してポテトの輸入が遅れ先月9日から S サイズのみの販売となっていました。 新たな輸送経路を開拓し在庫を確保したことで販売を再開できるようになったということですフライドポテトをめぐってはハンバーグレストランのビックリドンキーでも国際的な輸送の遅延により一部店舗で販売を休止するなどの影響が出ています